日本各地の自然を映像とともにナレーション解説で紹介する番組である爽やか自然百景は1998年4月5日より NHK 総合テレビジョンで放送されている自然気候番組である総合テレビの他に NHKBS プレミアム NHKBS4K でも放送されている日本各地の動物植物 地形などの自然と風景をテーマにし、15分程度にまとめた番組である。ナレーションを必要最小限に抑え、本編中のテロップは動植物の紹介で表示するだけに止めている。このスタイルは番組開始当初から変えていない。過去に放送された番組が再放送されることがある。オリンピックや災害報道のため休止されることがあった。札幌放送局が 制作幹事となっているが、全国の放送局が取材、制作を行っており、番組創出は、東京の放送センターが担当する。また、放送番組センターの配給で、日本の自然として放送することもある。NHK ワールド TV 向けに、インスパイアリングランドスケープスザネーチャーオブジャパンと、題して英語に翻訳されたものが放送されている。視聴率は、 おおむね10%から15%を推移している。杉本隆一のオリジナル音楽、自然への祈りを使用。テーマ曲は番組開始当初から変更していない。原則として、本放送時基準で、北海道エリアが、舞台の会は、その時点で、制作幹事である札幌局勤務のアナウンサーが、その他のエリアが、舞台の会は、東京アナウンス室所属のアナウンサーが担当する。 アナウンサー以外では2001年に1回だけ、斉藤由紀がナレーションした以外は、実施例がない。月曜日の再放送は、大相撲、高校野球などのスポーツ中継時や、国会中継放送時は休止。また NHK プラスでは、日曜日の本放送分のみが見逃し配信の対象となる。過去に放送された主題を以下に示す。毎週各地の自然が紹介され、 季節ごとに同一地域が別番組で紹介されることもある。大雪夏と大雪秋というような番組となった例がある。放送日は NHK 総合テレビでの放送日によるものである。括弧表記は過去の再放送のものである。都道府県別に見ると北海道に関連するものが他のものよりも多い。特別な時間帯でアンコール放送されたこともある。 富士山、山梨県、静岡県上高地、長野県十和田湖、青森県、秋田県白山、石川県、岐阜県久子湖、新潟県もがみ川、山形県伊ぶき山のお花畑、滋賀県五福島、広島県お島半島の舟林、北海道立山、富山県や社会池、福井県、岐阜県正さ北の桜、北海道南アルプス線上が岳、長野県、 山梨県八甲田山、厳島、青森県久米島、沖縄県北アルプス常年岳、長野県鳥取砂丘、鳥取県花の浮島レブン島、北海道北海道、宮島沼総春保高連邦熊本天草明県、裏、大分ヤバ系放送済み素材の再構成、新取材により特別番組を放送することがある。ありがとうございます。